きます。こちらのプレゼンテーションは混雑することが予想されますので、どうぞ前の方見やすい位置を確保していただきまして、もう少々お待ちください。あと1分ほどで始めてまいります。お立ち寄りいただきまして誠にありがとうございます。早速プレゼンテーションの方を開始させていただきたいと思います。昨今の 3D プリンターのブームに乗りまして、さまざまな商品が 3D プリントでプリントアウトされるようになってまいりました。この展示会、当社のブースでも非常に多くのサンプル品展示させていただいておりますけれども、今やものづくりだけによらず非常に幅広いジャンルにおいてこの 3D プリンター使われるようになってきております。ただその 3D プリントするものの裏には必ず 3D データというものが存在します。 3D データがないと 3D プリントアウトすることはできません。 3D コンテンツというものをどういうふうに作っていったらいいのか、そういったものの議論がなかなかされない中で、このプレゼンテーションでは 3D プリンターの次に欲しい 3D ツールはこれということで、どうやったらこう 3D のデータというのをもっと簡単に作ることができるんだろうか、3次元 CAD を使わないと 3D プリンター用のデータっていうのは作れないんだろうか、ちょっとそういった様々な切り口でですね、商品の方をご紹介していきたいと思っております。我々 3D システムズは 3D プリンターの開発販売だけではございません。その 3D プリンターにまつわるデータを作成するためのツール、そういったものもですね、数多くラインナップさせていただいております。ただこの多くの商品をですね、この時間帯全てご紹介するのは非常に難しいので、中でも 3D プリンターと相性がいいと我々が考える商品を本日は3つご紹介していきたいと思います。ジオマジックデザイン、ジオマジックフリーフォーム、そしてジオマジックキャプチャーというこの3つの商品をこの時間順にご紹介したりしてまいります。まずはじめにジオマジックデザイン、 3D プリンター対応の3次元 CAD というふうに我々呼んでおります。基本的にはですね、通常のメカニカル CAD と同じようなものになってます。ただ比較的金額の方は安いので導入しやすいということになりますので、もし3次元 CAD を何か持ってないんだけど何かいいのないかなという場合には 3D プリンターと一緒に当社のジオマジックデザインご検討いただければと思います。またこのソフトですね、その高いインターオペラビリティということで他の 3D CAD で作ったデータも容易に読み込むことができるようになってます。ただこれだけですと当社が今ここでですね、わざわざご紹介するでもないだろうというふうに思います。実はこのジオマジックデザイン、もう一つの大きな特徴があります。プリンタビリティという機能を持っている唯一の三次元 CAD であるということが言えます。このプリンタビリティというのは、実際に自分が CAD の中で作ったモデルがこれからプリントアウトしようとしているプリンターのスペックに対してちゃんと要件を満たしているかというかどうかというものを事前に確認しましょうというものになります。作っているものがちゃんと造形サイズが収まっているのだろうか、あとは壁厚のところが薄すぎて作ったはいいけどポロって取れちゃったりしないだろうか、そういったところをプリントアウトする前にきっちりチェックをしておきましょうという機能を持っているのがこのプリンタビリティという機能になります。当然当社がリリースするソフトウェアですから、当社が販売している 3D プリンターの全てのラインナップをサポートしておりまして、その中から自分のお使いのプリンターを選んでいただくだけで最適なパラメーターが全てプリセットされています。実際にちょっと画面の方を見ながらですね、ご説明していきたいと思います。このジオマジックデザイン、先ほど申しましたように基本的には3次元 CAD ですので、この中でモデリングしても構いません。そしてもう一つ、他社の CAD との相性も非常にいいので、他の CAD でモデリングしたものを最後プリントアウトする前に一度このジオマジックデザインに読み込んで、でチェックしていただいてからプリントアウトするという流れもいいかと思います。今この画面ご覧いただいてますけれども、このように当社のプリンターのラインナップが全てリスト化されています。この中からお使いのプリンターを選んでいただいてチェック項目を選択いただくと、そのエラーになってる箇所がこのように赤く表示されます。今回この立ち壁のところは厚みがちょっと肉厚が少なくて、このプリンターで出力するとちょっとそのところがもろっとこう崩れてしまうよというようなエラーになってますので、基本的には CAD ですからそのエラーを見て CAD のモデリング機能を使ってそれを修正していくということになります。
でもう一つのところはこれオーバーハングになっちゃってるんですね。無駄なサポートが立ってしまいますので、こういったところも赤くなります。でこういったところも多少設計変更してサポートが立たないようにすることで、非常に綺麗な造形物というものを作ることができるようになります。まあ、このような形でエラーを全てなくしてからメッシュ化して STL として出力して、それでプリントをしていくと、非常に簡単な機能ではあるんですけれども、こういったことを事前にやるかやらないかによって、そのプリンターの成功率というものが大きく変わってまいります。もちろんプリンターというのも素材が大事で、そんなに安くないものですから、少しでもそのプリンターした後の失敗をなくすためにも、事前にこういった検証をしていく。で、CAD にこういった機能を盛り込むことによって、そのエラーをですね、その場でちゃんと直すこともできるというような、チェックだけではないんですよというのが非常に大きなポイントではないかなというふうに思っております。あともう一つは何よりも、当社がやっぱりリリースしているソフトですから、パラメーターが事前にやっぱり設定されているということで、安心してこの結果を信用していただけることができるということも大事かと思います。これがですね、ジオマジックデザイン 3D プリンターに対応した3次元 CAD というものになります。次にご紹介するのがジオマジックのフリーフォームという商品がございます。このフリーフォーム、実はですね、もう10年来あるツールだったりします。知覚的 3D モデリングツールということで、まあ、ジャンルでいうと3次元の形状を作りますよというモデラーの一つになってまいります。このフリーフォーム、いくつか大きな特徴があります。モデルに触れることができる 3D モデラーということで、画面の右下にちょっと見えますけれども、特殊な3次元マウスのようなデバイスを使うことによって、画面の中にあるモデルにこう触ることができます。なぞったりすることができます。そういったなぞるという感触を得ながら、あたかも粘土細工をこうするような、彫刻をするようなイメージでモデリングをしていくような、そういったツールになります。ただ削るだけではなくて、 CAD 的にスケッチを描いて押し出しをしたり回転したりという、そういった要素も持ちつつ、ちょっとこう造形的なところを入れたいときには、そういったような操作もできるということで、非常にですね、特徴的なモデリングツールであるといいます。でこのフリーフォーム、非常にその 3D プリンターとの相性がいいわけですけれども、その理由を今日は3つご紹介したいと思います。まず一つは、このフリーフォーム、先ほど申し上げたように触ることができる、非常に直感的なインターフェースで、あたかも実際の空間で粘土を作っているような、彫刻をしているような感覚でコンピューターの中のモデルを作ることができます。一番初めに申し上げましたけれども、今まで 3D プリンターというのは比較的3次元 CAD をお使いのユーザーさんがプリンターを買ってたんですけれども、今やこの 3D プリンターはそういった方だけではなくて、もっともっと多くの方が、なんか私のこういうイメージを 3D プリントアウトしたいという要求が非常に増えてきてます。ただそういった方たちが、じゃあ3次元 CAD を覚えないと 3D プリントアウトはできないんですよという世界は非常につまらないと思います。我々はこういった直感的なデバイスも含めて皆様にご提案することで、誰もがそういった3次元コンテンツというものをもっと手軽に作れるような環境を作っていこうという意味で、このフリーフォーム、そのプリンターとの合わせて一緒に使っていっていただければというふうに思ってます。理由の2つ目は、 3D プリンターというのは非常に自由な造形ができるということでも高く評価されています。切削の金型で作られるような形状だけではなくて、非常にこう発想力に富んだ形状というものを表現することができるのも 3D プリンターの特徴の一つです。ただその形状を CAD の方で作ろうと思うと、逆にそれの方が難しかったりして、せっかく頭の中にはなんか芸術的なこういう発想があるのに、どうやってこのマウスをどういうコマンドをどう使ったらこの形状になるんだろうかというのは、なかなかこう CAD の中で表現するのは難しいんですね。でこういうのもある種直感的な、そういう粘土細工のようなツールを使うことによって、かつまあそういうコンピューターの中である幾何学的なところも融合することによって、その 3D プリンターでできるその幅広い形状というものをちゃんとそのデジタルとして表現していきましょうということができるのも、このフリーフォームが唯一なんじゃないかなというふうに考えております。そして3つ目の理由、これちょっと難しい話になっちゃうんですけれども、このフリーフォームというのは必ずその塊、砂の塊ですね、粘土細工をするようなものになってますから、砂の塊というデータで中を処理することになります。なので表面的にデータがあるだけではなくて、全て中身が詰まったようなデータ形式、こういうのをボクセルというふうに我々呼ぶんですけれども、こういったデータで処理をするのがこのフリーフォームなんですね。でよく CAD とかでシェル化したい、これ 3D プリンターでよく
くあるんですけど、やっぱ中にマテリアル詰まっちゃうと材料費ばっかり高くなっちゃうので、こういうとこちょっと中抜きしておきたいとか、あとは複数のパーツをこうやっぱ一体で作りたいのでブーリアンして一つの塊にしたいとかってあるんですけども、これ CAD でやろうとするとやれ自己交差しちゃったとか、トリムがなんかできないとか、フィレットがかからないとか、ある意味お客様が考えなくてもいいような悩みがですね、 CAD が理由でできてきちゃったりします。実はこの砂の粒子で物事を捉えるということによってシェル化したりだとかブーリアンをかけたりとかっていうのが非常にエラーなく自然に行うことができるようになります。ですので CAD の方でいろいろ細かいことを気にしながらやってる処理というのを単純にフリーフォームを通すことによって非常に簡単にできる。 CAD でモデリングしたものを一回フリーフォームに取り込んで、でシェル化してプリントアウトするだけでも十分効果を発揮するようなツールになってます。まあ、非常に簡単な例ではあるんですけれども、例えばこういった、まあ、最近よくあるフィギュアですね、こういったところをまあスキャンしてみてで、プリントアウトしようというフローを考えたときに、この間に一つフリーフォームをかましてみます。実際にスキャンしたデータというのはこう右左側にあるように、やっぱノイズとかもあって、あと取れてないところ、これ穴が茶色くなってるところも抜けちゃってるんですね。このまんまだとプリントアウトというのは絶対できません。でこういうのをフリーフォームに入れるだけで全てが一度閉じた形にはなりますので、これで一応プリントレディーな状態ではあるとは言えます。ただやっぱりノイズとかちょこちょこなんか残っちゃってますので、こういうのをこう触覚で触りながらですね、ちょっとこうなぜてみようかな、あとはちょっと気分が良ければちょっと鼻高くしちゃってみようかなみたいな、そういった操作もしながらデフォルメした状態で最後こうプリントアウトしてあげる、こういったような流れで作ると非常にいいですし、実際にやっぱ最近フィギュアの、プリントのサービスというのも増えてますけれども、実際に裏で活躍しているのはこういうフリーフォームのようなツールだったりします。こういう造形的なところでフィギュア業界ですとかパチンコ業界ですとか、そういった自由局面のところをこうコンピューターで造形したいというジャンルでは非常によく使われているツールでございます。これが、2つ目のツール、ジオマジックフリーフォームというものになります。で最後にもう一つご紹介するのはジオマジックキャプチャになります。こちらはですね 3D スキャナーですね。 3D プリンターというものはコンピューターにあるモデルデータを実際の空間に出力してくるのが 3D プリンターになります。で実際にあるものをコンピューターの中に3次元的に取り込んでしまうというのが 3D スキャナーというものになります。まあ、この展示会でも非常に多く展示されてますけれども、当社の一番の強みはこのスキャナーそのものにあるのではなくて、このスキャンしたデータをいかにプリントのところまで持っていくか、もしくは CAD の方に持っていくかというその後処理のソフトのところで非常に当社は強みを発揮しているところであります。そういった当社がリリースした 3D スキャニングの設計システムというものがジオマジックキャプチャーというものになります。こちらがこのジオマジックキャプチャーということで、ハードウェア単体で考えるのではなくて、後処理の当社の誇るそういったソフトをパッケージで提供していくというのがこのジオマジックキャプチャーの大きな特徴になります。実際にマーケット見てみますと、これはですね、毎年リサーチ会社が出しているその最新技術、先端技術のトレンドレポートみたいなものなんですけれども、トレンドのピークにあるのが、今はですね、コンシューマーの 3D プリンター。まあ、これは皆さんもお感じの通り、今コンシューマーの 3D プリンター、いろいろな商品が今出てきてますし、マスコミ等々でもよく取り上げられてます。でその次にですね、こう徐々に徐々に毎年こう上ってってるのが実は 3D スキャナーだったりします。ですので、ぜひ最先端の技術に興味のある方というのは 3D プリンターというのが今こうやって皆様に知り渡った上で、次に来るのは 3D スキャナーじゃないかなということでですね、ぜひ興味を持っていろいろとリサーチ始めていただければというふうに考えております。で実際に現物のものをコンピューターに取り込んでプリントアウトすると、大体発想されるのはなんかコピー品をたくさん作るよねみたいな、そういった発想が多いんですけれども、実際にこういった商品を使われている、活用されているユーザーっていうのはそういうことにはほとんど使ってなくて、やはりそのデジタル化することのメリットっていうのは非常に多くあります。サイズを変更したりですとか、あとは CAD で表現できないような形状を一度例えばモックアップとかで表現して、手で表現して、それをスキャニングしてデジタルに取り込んで、CAD の方に持っていくだとか、あとは複雑な形状、まあ、よくあるのはやっぱ競合製品とかもそうなんですけど、現物はあるんだけど CAD データがないものを CAD 化してそれで解析してみたりとか、そういったことにも使われます。あとは昔の装置がもう壊れちゃった、2次元の図面もなければ3次元データもないというような場合には、
スキャニングして必要な箇所だけはスキャナーデータから取って、それ以外のところはちゃんと CAD モデリングをして、それで、3次元データを作ろうと。あとはある製品の周りにぴったりはまるような形状を作りたいという時に、ノギスとかで測るんではなくて 3D スキャナーで全体の形状を取ってしまって、その形状をもとに周りにこうフィットするものを設計するだとか、そういったいろいろなところでですね、その3次元データを取り込むことによって活用するという用途は非常に多くあるかと思います。ただ一つ問題、一つじゃないです、いくつか問題点があって、この 3D スキャナープリンターと使うと非常に有効なのはお分かりいただけるかと思うんですけれども、やはりなかなかこう高かったりですとか、専門的な知識がちょっと必要だったりですとか、そういったところがあるのがなかなか難しいところだったりします。 3D スキャナーをメインで計測という業務でやられる方にはもちろん専門的な 3D スキャナーをお勧めしたいと思うんですけれども、今日テーマとしているのは 3D プリンターと一緒に使える 3D スキャナーってどんなのかなというところになってますので、あくまでも 3D プリンターを買ってくれていただいた方、もしくは 3D プリンターを検討している方が補足的に 3D スキャナーってあったらいいんじゃないかなというような位置づけでお勧めしているところになります。そういった意味で我々が提案するそのジオマジックキャプチャーという 3D スキャナーは専門的な 3D スキャナーとはちょっと違って、設計者自身が自分のデスクサイドで手軽にそのノギス感覚でちょっとちゃちゃっと撮ってみようみたいな、そういう感覚で使えるような 3D スキャナーっていうのがもっとあってもいいんじゃないかなということでご提案させていただくのがこのジオマジックキャプチャーというスキャナーになります。まずはじめに価格面なんですけれども、 3D スキャナーやはり普通あの専門的なものになるとね、もう500万とか1000万2000万までするんですけれども、プリンターの価格が今こう下がってる中でスキャナーの方もやっぱり1000万2000万では投資としてはなかなか難しいかと思います。我々のこのジオマジックキャプチャーというものは220万ぐらいから350万ぐらい、ちょっとソフトによってあの価格が変わるんですけれども、このぐらいのレンジで導入ができるようになっています。でかつ一番初めに申し上げました通り、我々の一番の強いところというのはその編集用のソフトなんですね。で実際にこのソフトがだいたい200万以上でこう販売しているものにはなるんですけれども、そういったソフトと組み合わせた形でパッケージとしてこの値段で導入していただけるということが、まあ、3D システム我々がまあスキャナーを一緒に販売する上での大きなメリットになってまいります。そしてもう一つ、こちらはですね、ソリッドワークスのユーザーさん限定になってしまいます。で初めに申し上げると、ソリッドワークスのユーザーさんじゃない場合にはスタンダーローンの別のちゃんとしたソフトウェアがあります。ですので皆さんも当然お使いできるんですけれども、もしソリッドワークスのユーザーさんであるならば、今回初めてですね、ソリッドワークスのアドオンでコントロールできる、もしくはモデリングができるような、そういったソフトも我々の方で開発しました。つまりスキャナーを普通買うとスキャニング用のソフトを覚えて、でスキャンをする、でその後にデータ編集用のソフトを覚えて、またそれで編集をする、で最後にやっと CAD に行くわけですけれども、そういったものを一つのインターフェース、ソリッドワークスのインターフェースでスキャニングもコントロールできる、でモデリングもできる、そして CAD はもちろんソリッドワークスができるというようなところを一つギュッと押し込めることによって、もう一つのキーワードである設計者の方自身が自分で、スキャニングができる、本当にノギスでちょっとこう寸法測りたいんだよねっていう感覚でスキャニングもできるような、そういった環境を提供する上ではこういったインターフェースも非常に重要になってきます。やはり日々こうスタンダードのソフトウェア長年販売してきましたけれども、なんかちょっと覚えるの難しいんだよね、大変なんだよねっていう声はよく聞いてきました。それをよりこの CAD ユーザーさんが自分自身で使えるようにギュッとこうアドインにしたものがこちらのツールになってまいります。こういったものを組み合わせることによって3D システムズはその 3D プリンターだけではなく、出力だけではなくて入力、そしてその間にあるデータの処理、そしてから出力ということで、トータルでそのソリューションを考えていきます。我々はあくまでもそのコンシューマーとかいろいろありますけれども、メインの技術というものはやはりそのエンジニア、ものづくりの環境をいかに変えていくかというところに視点を置いて研究開発販売を行っております。
今後製品開発のスピードってのはどんどん上げていかなきゃいけません。でかつ商品種多量生産ではなく大量生産ではなくて、やはり多品種のものをこう少量で出していかなきゃいけないという時代がやっぱり来ていると思います。そうした中で最近はですね、やっぱ一度 CAD というシステムが発展して、みんなが全てデジタルの中で製品開発をしようというふうなところの流れってやっぱできてきたんですけれども、やはり最終的に作られるのはアナログのこう実際にあるものなわけですね。そうした意味で 3D プリンターっていうのは、設計者が CAD で作ったものを自分のデスクサイズでパッとこう試作的に出してみることができるというのを与えたのが 3D プリンターだと思います。で今度はその出したものを設計者の人がやっぱり設計者のデスク周りで今度は取り込むことができるようになったのがこのジオマジックキャプチャーになります。でその間に来るツールをうまくハンドリングすることによって、アナログとデジタルのサイクルというものを設計者の環境の中で完結していきましょう。わざわざ試作屋さんに出すんじゃない、わざわざ測定の部署に何かお願いするんじゃなくて、設計者の人が自分でアナログでやってみたりデジタルでやってみたり、そういったところをうまくサイクルをかけてあげるような環境を作ることによって、ものづくりというものをより良くしていこうというのがこの我々 3D システムズの大きな考え方になっております。まあ